はい、皆さんこんにちは、ラジオマンジャックです。はい、ラジオマンジャックは平穏無事で、もうね、いつもね、楽しい話ばっかりしかしないんですけど、まあいろいろ今マジックの練習してることもあってね、もっともっと楽しいね、あの話をしようと思っております。ということで、まあね、まず最初にお話ししたいのはね、冷蔵庫が入れ替えでも待ってても来なかったこの話ですよ、もう本当に。まあね、なんでね、これアメリカって約束が通じないいい加減な国なのかなと思ってたんだけど、もう本当にね、一日ゆっくりと2日まで待ってたのに冷蔵庫が到着しませんでした、ね、それ以外にもね、こっちの方ではもう本当、なんだろうな、まあ、天気もいいし、何もいいしね、まあ、とにかく過ごしやすいっていうのがね、最高です、まあ、この間もね、マクド行ってきて、無事だったよね、裸の人はいたね、変な人いたな、はい、まあ、そんな話もあってね、楽しいね、ハリウッドの話をちょっと持っておきますので、よろしくお願いします。それではラジオマン、じゃあ、あの人何してたんだろうな、もうね、これ話せなかったね、話したかも、テーブルにいろんなもの並べて、絶対マックで買ったもんじゃないものいっぱい並べて、上半身裸で、まあ、だからさ、そういうのもいいんだけどさ、やっぱりさ、なんか靴下の匂い嗅ぐのやめてほしいね、俺本当だよね、それもマクドナルドで、マクドナルド何をしてたんだろう、あの人は。平和な国なのか平和じゃないのか、まあ分かりませんけど ね、もう保障とかね、福祉はすごくしっかりしてるんだけど、この国はね、なんであいつらね、本当と思う、単なる怠け者なんですよ、ね、だから、まあそんなわけでね、アメリカはね、マクドをね、なんか毎週1回ぐらいチェックしたいなって気がちょっとしますけど ね、まあ、ね、ウォッチングで行きたい、ね、いや、それにしても約束通じないの困っちゃうな、俺な、管理人とお話ししてね、火曜日、しかもちょっと片付けといて、それで冷蔵庫の出し入れするからと、まず、まあ、準備して備えて、まず最初にその前にね、要するにさ、ここで働いているメキシコ人がいるんだよね、そのメキシコ人が、サイズを測りに来るって言ったの、来なかった時点で、それは来ないの、今日も明日も来ない、ね、その、サントスとミゲルって言って、そのミゲルってやつがね、英語が喋るんで来ると、で、来ないの、最近さ、ミゲル見てないの。時々お隠れされちゃうか強制送還されるか分かんないんだけど、まずパスポート持ってねえような気するし、まあね、でそんなわけで来てて、まあ、でも分かった、でもしょうがないねって言ってたら、やってきて、いつだったら大丈夫って言うから、火曜日だったらなんとかなるし、みゆちゃんもいるから、その被害は困るよって、じゃあ分かった火曜日だねって、火曜日だねって何回も念を押して、火曜日に向けて日本人は律儀だからちゃんと片付けて、冷蔵庫のちゃんとね、完璧にしたよね、完璧な投入所を作った、ところが朝から晩まで待ってても来ない、いやー、これはすごいね。前回のさ、壁の工事の時もそうだよね、なんか向こうの都合でさ、そうそう、なんか片付けて、なんか壁をなんかやらせてくれとかなって、で1日で終わるって約束で、ね、約束の通じねえのだけは困っちゃうね、なんか散らかったまんまいっぱいなんか、そうそう、俺たちはさ、やっぱりさ、約束はね、したら守るもんだけど、彼らって一つ間違えちゃうと、約束はしたけど守るとは言ってないっていう、あと有名なことある、それ言うならキャッスルでさ、仲間と会う時のあの約束のなんとか、ちょっと私のやつらってこと、そうよくほら、いつねとか言って来ないとかいっぱいあるじゃん、来ないのは当たり前にあるね、あれはね、なんとかしてほしいね、よくわかんなくて、ほら事前にね、じゃあ来週水曜日にじゃあ何時頃にしようねとか、そこまで決まってんのに、あまりに疲れて行けなくなったとか、違う予定が入っちゃったとか、ね、その点考えちゃうと、やっぱビルはすごいんだよ、そうだね、絶対すごいもんね、あの人ね、あとなんかさ、そうかと思えば、あ、今日行くよとか突然メール来て、そうそうそう、今日とか言われたら、いまだに来ないのがさ、俺の教え子のルイス、あまだ来ないよ、いつ、まあ、そんな人いっぱいいるよね、メキシコなんかさ、4年前か5年前の約束まだ守られてないんだよな、あ、ピラミッドの、そう、ピラミッドに韓国に行くから、ロビーで待ち合わせっていうのは、あれどうしちゃったんだろうねとかね、だからね、もう本当にね、いい加減なもんですよ、もう、だ、日本人は律儀だから、尊敬される面、面倒くさがられちゃうかもしれないね、あかもね、きっちり守りすぎちゃう、ね、そうそう、だからね、日本人の俺の友達で昔漫画家やってたね、大鳥さんっていうのがいるんだけど、その人がすごいこと言った、ね、じゃあ、何時約束だよねって、分かった、約束だって、来ないの。そしてどうしたのかなと思ったら、いや、約束はしたけど守るとは言ってないだろう、すごいな、あの開き直りすごいでしょ、すごいな、約束したけど守るとは言って、約束って守ることでしょう、ね、いろんな人いるんだよ、マスターじいさんは31時間遅刻しますってわけのわかんないメールくれたりとか、ね、あとすごかったのかな、少年ガンガンの編集のね、あの写真関係やってたね、お姉ちゃん、あのキャッスルに入った時、女性で初めて入場拒否された、うん、要するにドレスコードが全然ダメな人ね、いたいたいた、あれがね、打ち合わせだと言って1日半遅れです、何時間遅れますが、すごい時間遅れてね、そうそう、1日半だよ、
で1日半ってどういうことかって言ったら、1日経った時に待ち合わせを気がついた時に昨日だって分かって、そこから支度したからその後半分遅れるわけだ。なんだそれ。こういうのは平気でいるんだよ。すごいな。本当に豪快だな。世の中すごいなと思ったね。俺だけよく守りすぎじゃないの。超越してるよね、うん、よく生きてるな。でもね、それ考えちゃうとビルグッドインってすごくてさ、俺がね、なんかのことで疲れて寝ちゃって、うん、要するにあの東京ビジネスホテルのね1階で待ち合わせ遅れたんだよ、うん、その時に彼だけちゃんと来てる。だから俺をあの待ったのはビルっていうだけだよ。あと空港の待ち合わせの時もそうだよね、うんうん、そうそうそう、到着して、うん、あれいない遅れてんのかと思いきや全部手続き済ませてもう入ってるのね、うん、すごいな。ボビーですら守るほどな。そうね、ボビーもよく守る、うん、あの子ちょっとおかしくなっちゃってる、うん、あ、そうなの。おかしくなって あ, あとメキシコ人の中でもトニーは、うん、トニーポーカーは守ったな、ちゃんとしっかりしてたの、うん、あとアブニーさんもさすがしっかりしてる。アブニーさんはしっかりしてるね、完璧だよ、うん、やっぱだって事前にじゃあ明日の何時に会おうねみたいにメールが向こうから来るもんね、ちゃんと。大事なことだと思うんだな、はい、冷蔵庫どうしたんだよ冷蔵庫本当に。どうなっちゃったの、ね、あのね、やっぱり荷物が多いからそう簡単に来るってやると困っちゃうんだよね、うんうん、だからやっぱりね、あのこっちのちゃんとした約束は守ってほしいんだ。そうね、突然来るから 後付けのように、うんね、だからもう今度ね録音も取っといてね、うん、証拠取っといてね、何かあったら突きつけようかと思ってるけど、うん、もう本当じゃないと。だってさ、うん、あのキャッスルの待ち合わせの今日行くよとか言って今日来られてもみたいなさ、 それだよね、事前にあのした約束ができなくて、そうそうそう、だからさ今日行くよとか、だからそれはね日本の人たちもみんな言いたいんだけどさ、キャッスル紹介する、うん、おい行っといでって言ってて紹介がなってなくてさ、うん、入り口でさ俺のところで上がってきてさ、すいません入れないんですけど、それも困っちゃうけど、事前に言っといてくれればさ、まだね、そうなの、いつに行くけどない、もし万が一何かあったらお願いしますって言われてれば準備があるけど、例えばさ大昔のシステムって俺たちでも分かんないけど、うん、変わっちゃってるわけだから、すごく変わっちゃったから、うん、それをね、やってもダメだよね、うん。あとほらジュニアも入れなくなったじゃない、昔はね結構融通聞かせてもらって、うん、バッジもらって入ったりできたけど、今はあらかじめのその担当の人の承認がないと入れないから、1回取ったからといって次は OK なわけじゃなくて、1回1回取んなきゃいけないとか、すごく面倒くさくなって、まあ、だからさ、決め事でそうなってくればいいんだけど、ニュースレター見れば書いてあるだろうって言われたってさ、そのニュースレターを見なきゃいけない義務はないし、まあ、これはね俺たちが今マジックの時に言わなきゃいけない話だから関係ないんだけど、とにかく約束は大変ですよ、守ってくれない、成り立たない約束。あとね通販、これも分かんない、要するに、うん、あの全然事前連絡がなくて1週間以上早く来ちゃったりとか、うん、ね、分かんないんだよ、夜中にさ来ました、来ましたっていうさメールが来たりとか、夜中には着かないはずだけど、ね、でも行ったらあったでしょ、だからその、ね、だから夜中に来たのかもっと前だったんじゃないの、うん、だからね本当は分からないの、この人はもうそんな時間働いてる、分かんないと思うよ本当に、突然あることがなくなっちゃったりね、キャッスルのスケジュールはちゃんと一応動いてはいるけどね、うん、そうだね、キャッスルのスケジュール大したもんだね、うん、ちゃんと時間通りにちゃんとスタートするもん、まあね、そうじゃないとさ、ほらやっぱりアンドリュー・ゴールデンハスみたいに長くやりすぎちゃったり、うん、マックス・ベイビーなんか、うん、ね、要するにさ、みんな帰っちゃってトータル全部40分っていうさステージなのに1時間以上やってて連れ出されちゃうとかさ、うん、ていうかあの、うん、ゴミ箱持った人が入ってきてお客さんが途中に帰っちゃって、怒っちゃって帰っちゃうんだよ、連れ出されたというよりも、うん、私その日いたんだけど、うん、見てる最中お客さんがゾロゾロ帰ってって、うん、で途中からゴミ箱持った係員とかほらスタッフの人が入ってきて、掃除の人が入ってきちゃって、そういう状態で、その後になんかいい、うん、ジャックとかに怒られてて、だから俺たちってさ、やっぱりさ、うん、みゆちゃんもそうだけどすごい時間きっちり守るから、きっちりする、ね、キャッスルの例えばクローズアップルームって言うとあの20分なんだよ、うんね、そうすると20分超えちゃいけないって言うんで、うん、要するになんとか19分だよ、大体18分とか、そう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 、ね、前後ね、短すぎてもダメで15分以上20分いないって決まってるわけだから、うん、守れよアンドリューって感じだよね。本当だね。というかやっぱりさ、うん、キャッスルのスケジュールって、うん、いろんなショーを計算して作られてるから、そうそう、オーバーしちゃう。昔ね林くんっていうのがやっぱりさ、あのパーラーかなんかでものすごくやっちゃったんだ。その時に言われた時ね、あの言ったんだけどさ、ね、うん、あのあなたのショーは最低だと、なぜならば他のお客さんかわいそうだろうと、あなたの失敗したねリカバリーを見せられて次の大事なショーが見れないんだよ、うん、その通りだよな、うんうん、それだけ立派なこと言うんだから時間守るよみんなっていうか、アメリカ人も、うん、ではいやですね、うん、守る人もいるけど守らない人もいる。でもさやっぱりさ出身地がドイツ系アメリカ人、ドサンタなんかはすごい時間守りだよ、うん、きっちりきっちり、あれ下手するとミュウちゃんの年下なんだよ、あんな顔してて、おじいちゃんが顔してるだろ、でも約束守るよね、いつも怒ってメキシコ行った時にふざけんじゃない、俺は何時から待ってんだってワイン飲んでさ、うん、ああ心配すんねやって、例えばさ5時という時間を約束終了前、ああ
ってなわけで例えば終わりました、ね、はい、また来週です。続きあるかな。はい、どうもありがとうございました。例えばこれが最後のことは、うん、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。